はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィニングポスト9、今回も続きの方をやっていきたいと思います。我々 T&E 九州はですね、まあ異様にというかね、牝馬が多いんですけど、バランス的にはいよいよね、牝馬の、メインであるこちら、オークスに挑戦するということで、まあちょっとね調子は悪いんですけど、まあちょっと何が起こるかわからないということで期待しながらですね。さあ、ちょっとねオークスを見るようにしていきたいと思いますけども、結構出走馬が増えてくると全部見るの大変なんですけども、さあどうでしょうか。14番人気からの、出走となっております。ちょっと調子を崩してるんでね、ちょっとどうなのかなっていう心配はあるけど、まあ、何が起こるかわからない、それがね競馬なんでちょっと楽しみたいなと思っております。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。直線勝数安城あまりまた全芝全牝安城はひときわ直線の差し比べならこの馬も負けてはいません。自慢の末脚を武器に G1 ダッシュを狙います。エンディメリー、そうですよ、我々 T&A 厩舎は初代エンディから続く末脚をね大事にする、そんなね、厩舎、まあファームですけども、さあ、日曜日の第10レース、東京レース場ですけども、芝 2400m 晴れ両方となりました。優秀牝馬オークス、日本レコードは、あの皇帝を超えた、名品アーモンドアイが持ってます。さあ、いよいよオークス発走です。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発走です。さあ最後は大外枠のエルアイズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはエルアイズ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュを飛び出してエルアイズ花に立ちます。その後ろからはノーセンモーメント、この馬も上がっていく構えです。イスレイリバー、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から先手を取ったのはウィンドケープ、並んで6番ノーセンモーメント、これに続くのがエルアイズ、少し開いて応援カフェ、その隣にビューティライズ、好位置をキープしています。エクストラサルーン、エイトプリンセス、それに続きます。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外にエンディメリー、オレンジの帽子、イーストンシナモン、その後ろすぐ隣にキャロットサキン、内からはオリーブセールズ、並んで1番ラブアライル、その横にサニーサリア、アルハースキークロス、この上の画面で見ていただくと皆さん分かるかなと思いますけど、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響がなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、歯止めのない展開になりました。その後ろからはイスレイリバー、その外からリオンピック、並んで7番アニー・スパハン、しんがりからアンクシャスさん、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度6番オーセンモーメント、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、合計機を通過していきます。さあ先頭は依然として6番オーセンモーメント、2番手はウィンドケイル、エルアイズ、3番手エクストラサルーン、まだ動きません。さあ決着をつける時だ。オーセンモーメント、先頭前に迫るユーティライズ、ここで先頭に立ったユーティライズ、突き放しにかかります。エルアイズ懸命に追いすがります。残り 200m 後続を引き離しにかかります。後続を完全に引き離した。前はちぎれた。一気にビオンピック完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はビオンピック、3着にエクストラサルーン、ユーティライズ、牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。そう、残念でしたね。前目のレースだったね。確かに惜しかったですね。さあ、どうでしょうか。地層が、はいはいはい。さあ、6月、5月の種付けの結果がね出ますけど、さあどうでしょうか。さあ、エンディのところで言うとゴルシサンクなんですけどね、
西野千早先頭、外からヘンデシック、ホーセンテキサス、まだ後ろ、懸命に前を追っています。ここで先頭に立ったヘンデシック、内からウィンドゲート、あと 200m、ヘンデシック伸びてきた、ウィンドゲート伸びる伸びる、追いすがります。ヘンデシップ先頭、ヘンデシップ先頭、先頭はヘンデシップ、1着でゴール、2着はウィンドゲート、3着にテーム生還、見事に勝ちましたヘンデシップ。いやー、いい末脚でしたね。いやー、いいね、さすがコルシ3区ですよ。早くオープンにね上がってもらいたいですけどね。一番人気での出走ですね、これも見ていきたいと思います。タイキビッドウェイ先頭、また後ろからぐんぐんとアグネスカルボナリ、いや、ドリーファームは後ろからの競馬が大好きです。手応えはどうか、さあ上がってくれるか、まだ後ろ、懸命に前を追っています。あと 200m、 アグネスカルボナリ意地を見せる、前が残り 100m、 前が伸びるか、いやでも上がってくる、アグネスカルボナリ厳しいか、エンディガーデン大激戦のゴール前、これは写真判定です。なんかちょっと刺したような感じに見えたけど、どうかな。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いや、どうだ、伸びてるか、あ、微妙、どっちだろう、内かな。いや、ちょっと内っぽい感じが見えたけど、おお勝った、やったぜ。いやー、ビビっちゃったよ。よしよしよし、いや、いいレースでしたね。なんか T&E ファームの馬は、後ろからの追い込みという感じで、さあどうでしょうか。ドーデュースとタイトルホルダーが10体と。さあここから、ボバたちのね、デビュー戦ですね。夏の競馬でボバたちが、続々とデビューしてくれます。さあ、絵付け集、ちょっとタイトルホールダーとドーデュースだからタイトルホールダーでしょ。タイトルホールダー、ドーデュースだね。モーミスとかもありますけどね。さあ行きましょう、ドーデュースですね。宝塚記念には、我々の馬はしないで、そして、さあさあ、いよいよなんと、関東オークス、G2 ですねに出走します。地方で行われますけども、はいはいはい、地方競馬ですね。牝馬の川崎、牝馬限定重賞、さあ、人気は10番人気。さあ見ていきましょう。アポロトラバース先頭、内からカラフルイザラ、いやー、後ろに沈んでいる。先頭、内からぐんぐんとカラフルイザラ先頭、ダートはちょっと合わないんじゃなかったか。カラフルイザラ先頭だ、カラフルイザラ、カラフルイザラ1着、2着はユーキコース、これが地方の実力だ、カラフルイザラ。地方の馬は強かった。7月入ってからですよ。さあ、未勝利戦ですね。はい、いいいい、はい、
クラシックですね。まあ、地方からねやっぱり生まれる名馬っていうのも数多くいますから、さあ1番人気での出走で3歳未勝利戦ですね。まあ、せっかく1番人気の見ていきましょう。クレアアグラス先頭、3馬身から4馬身のリード、ハンディクス必死に追います。この差は果たして縮まるか。クレアアグラス先頭、どうだどうだ、クレアア先頭だ、前が粘る、クレアアグラス1着でゴール、2着にはどうやらハンディクス見事に勝ちました。クレアアグラスエンディライン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。惜しい。なかなか初勝利を、ね、上げることができなかったですね。さあ、これも今回挑戦ですね。さあさあどうでしょうか。発着でしたね。お、よかった、辞退してくれたらよかったですね。お、あれこれなんかあれ因子が因子がよかったよかった。はい、我々の馬はね、はーい、さあいよいよ夏競馬ということで、我々の厩舎ですね、いよいよ各新馬たちがデビューします。期待をしております。ロードカナルワ3区の子もいれば、エイジンフラッシュ3区ですね。このちょっとね、個人的にはねこの子期待してるんですよね。実を言うとエイジンフラッシュ系なんでね、まあ、ちょっとこの辺りがどうなるのかという。キャサンブラック3区もいます。さあということで、いよいよね夏競馬を前にということで、次回はですね、実装でいう時じゃ七夕賞出たりとかしますんで、引き続きですね、この2歳の新馬たちがどんな走りをしてくれるのか、楽しみなところではありますけど、無事にね種付けが全部の、お馬さんたちができましたので、まあ、引き続きこの持ってるね、繁殖牝馬たちが期待しつつ、そして、種付けしていただいたね、馬たちの血統がどうなるかっていうところを期待しつつ、いよいよ夏競馬乗り越えて、またね、このシーズンやっていきたいなと思います。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。